はい、どうぞ。待ってくい。懐かしい、めっちゃ。毎日現場入った時にみんなで食べた味なんですよ。この食感の違いを楽しみながら食べたら最後までめっちゃ美味しく食べれます。いらっしゃい。ラーメン、つけ麺、たけちゃん麺。今日はですね、辻田で人気のまかないはこれだということで、まるちゃんですね、こちらのまるちゃんを使ってある調味料を使うことで本格的な焼きそばを自宅で簡単に作れちゃうレシピを紹介していきますよ。はい、まず、こちらですね、サラダ油ですね。サラダ油はこれ大さじ3杯。はい、こちら3杯のと2杯のちょっとまた別で分けてますので、ちょっと注意が必要です。そしてキャベツですね、それからもやし、それからまるちゃんの焼きそばが1玉、それから豚バラスライス 50g、 そして付属のこちらですね、焼きそばの粉ですね、これ半分使います。そして醤油が小さじ1杯、そしてオイスターソース、こちらオイスターソースが小さじ1杯、そしてウスターソースも小さじ1杯、そしてお水が大さじ3杯、そして胡椒、こちらも1振り、これも普通の胡椒ですからね。そしてあとはまあお好みで紅生姜と彩りの青のりですね、まあ、香りもいいですからね、こちらの青のりで作っていきたいと思います。そしてあとはこちらの万能ネギですね、こちらの万能ネギも彩りで入れていきたいと思いますので用意しておきます。それではまずですね、こちらの調味料を合わせていくんですけれども、まずこちら普通についてる焼きそばの粉ですね、こちらを半分ほど使いますので、こちらの粉を半分入れます。半分ですよ。そして次にここに醤油入れます。はい、そして次に、オイスターソース入れます。そしてウスターソース入れます。それからお水も入れていきます。はい、そしてここにですね、胡椒を1振り入れます。2振りいっちゃいましたけど1振りで大丈夫です。そしてじゃあこれをちょっとですね、優しく混ぜていきます。はい、ぐる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 こさびんということで混ぜていきます。はい、さあこれでソースのベースは出来上がりましたんで、焼きそばを焼いていきたいと思います。はい、テフロンのフライパンで焼いていきたいと思います。こちらティファールですね、まあ、何でもいいですよ、テフロンだったら。でまず麺を炒めるときにこうやって袋に入れたまま軽くほぐすんですね。これ軽くほぐしてください。あんまりほぐすと麺体が切れちゃいますからね、せっかくいい長さになっているのが。これくらいですね。はい、そうしましたらまず火をつけます。中火ぐらいですかね。それでは大さじ3杯入れます。はい、そうしましたらまず豚バラスライスですね、こちらを、これもねちゃんとこう引いて入れたら火が入るように広げて、お、熱い、ちょっとね熱いと思ったら外してくださいね。でなんとなくこれくらい火が通ってきたら、キャベツ入れます。もやし入れます。よいしょ。そして彩りでネギ入れます。はい、これでちょっと炒めていきたいと思います。こうね、肉がくっついてるのはね、ちょっとちゃんと離したりしながら入れます。はい、もうこれはねそんなに火入れなくても、あの肉さえ火入っちゃえばね、野菜の火入れはお好みで、まあこれくらいで大丈夫ですかね。はい、そしたらですね、一度これをここに別皿にあげます。このフライパン、今使ったフライパンと同じフライパンで結構です。ここにまた油を入れます。今度は大さじ2杯入れます。はい、焼きそばの麺ですね、ここで注意が必要です。はい、このままこのまま何もしません。ちょっと揺らすだけです、くっついてないかなって。実は皆さん、あの焼きそばをあのご自宅で作ってるつもりになってらっしゃると思うんですけども、皆さんが作られているのは意外と多いのは焼きそばではなく炒めそばです。
焼きそばなんでしっかり焼かないといけないんですね、焼きそばっていうのは。なんでこれを焼いていきます。麺を中火で1分から1分半焼いていきたいと思います。じゃあちょっと麺をそろそろひっくり返したいと思います。はい、こんな感じです。これで焼き色がついて、これ初めて焼きそばになってますからね、皆さん。これが焼きそばです。炒めそばじゃないですよ。焼きそばを作りますからね。反対側の面も同じぐらい焼いていくんですけれども、まあ、反対の面も1分から1分半ぐらいですね。これ何がこうすることによって美味しいかっていうと、実は中には焼き目がついてないですよね。でこっちの上と下に焼き目がつくことによって、麺を食べた時に食感の違う部分の2種類の食感が出てくるんですね。この食感の違う部分が出てくることによって、最後まで焼きそばが食べ飽きずに食べれるっていうところが、これ一番の焼きそばのポイントです。はい、ちょっと見てみましょうか。はい、あ、いいですね。これくらいつきましたら野菜とお肉を戻します。はい、戻してポイントは火を止めます。火を止めて先ほどのソースすべて入れていきます。はい、これで火を止めたまんまほぐすんですね。これほぐれないときに皆さん家で焦っちゃうと思います。でどんどん焼けすぎちゃうんじゃないかなとか、火が入りすぎちゃうんじゃないかなっていうのを皆さん意外と怖がるんで、ある程度ほぐします。でほぐれたところでもう一回火つけましょう。ほぐれたところでまた中火にしてください。で中火で、先ほど入れたソースがなくなるまで炒めてください。これで見てください、フライパンの中ソースがもう残ってないですよね。この状態になったら完成なんで、お皿に移していきたいと思います。この時に盛り付ける時はまずこうやって持ち上げると麺が上がるんで、麺を入れます。はい、そして上から具を乗せていくと。はい、そしてここにお好みで紅生姜ですね。それから香りと彩りの青のりをお好みで入れて、出来上がりとなります。はい、どうぞ。待ってくい。さあ、それでは僕の懐かしの味、現場に入ってた頃の味を食べたいな、食べてみたいと思います。はい、カンカンカン。それではいただきます。うわー、懐かしい。さあ見てください、これ、あのね、麺が焼かれてるところと焼かれてないところ、この食感の違いを楽しみながら食べるのが焼きそばです。いただきます。うん、これは間違いないうまさ。ちょっとこのカリカリっとした部分と、麺が焼けてる部分と焼けてない部分のこの食感の違いを楽しみながら食べたら、最後までめっちゃ美味しく食べれます。うん、懐かしい。めっちゃ毎日現場入った時にみんなで毎日作って、終わった後にね、みんなで食べた味なんですよ。ほんと懐かしい味がして嬉しいです。それでは皆さんもぜひこの食感の違いを楽しむ焼きそば、ぜひ食べてみてください。はい、よいよいよいよさということで、面白かったり参考になったと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。